はい、今回は、野狐囲碁から、井山さんの対局を、見ていきたいと思います。はい、お相手は中国の、選手でした。はい、それでは、井山さんの先番です。まあ、コスんだのでね、まあ、こちらにかかるっていうのが、まあ、普通でしょうね。まあ、ここで三三とかもあるんでしょうけど。はい。早速ね、まあ、入ってきました。まあ、ここでこうやるのもあると思います。はい。まあ、ここにね、滑るのが一つの形になりますかね。もう最近ではね。はい。はい。ここで挟みつけたんですね。なるほど。まあ、白としては、他にはこうやってね、受けるような手も考えられますね。まあ実戦こうやったんですね。ここでこうやるのもあるんでしょうかね。まあ実戦は引きましたけど、ここで挟みつけてから飛んだと。これはどういう、まあ様子見ですか。膨らんでくるかどうかね、聞いたわけですかね。このような別れとなったんですね。またこれも、ここ打ち込むのもすごいですね。普通だったらこのぐらい打ってね。まあ例えば、こんな感じで、まあ、止めておけば、まずまず普通な気がするんですけど、打ち込んでいったのは強い、手と言いますか。はい。これがどう見るかですね。こう固めてもらって、まあ、こういう手を打ってもらって、逆にここを打てた。っていう言い分も通りますかね。ここですか。まあ、この跳ねとね、この跳ねを意味合いにしたんですね。それから切って。なるほど。これはつけてしのぐしか手はないですか？覗くみたいな手も。そうですね。ね、つけ。まあ、なんだかんだここを突き破れれば黒成功な気がしますね。これ一本取った感じがします。この攻め合いは、一応、これ当てたらどうなんでしょうか。まあ、これ、まあ、一応耐えてるって感じでしょうかね。まあ、これに抵抗できない。こうとかでしょうか。これ引きが先手でこうなって、結構味は悪いですけど、まあ、これにはこれでね、なんとか勝ってますかね。まあこれこうなるぐらい、とりあえず大丈夫かもしれませんかね。あ、でもやっていきました。あ、ということで、こうやって粘る手がありましたか。これも微妙ですけど、そうですね。下がって、そうですね。粘りがありましたね。カケツイで粘る手がありましたか。はい。これは、
白もね、手入れてるぐらいかと思ったんですけどね。ただ、それだと、形勢が良くないということで、こちらに手を入れましたね。これは、もうつなげば解消できますからね。黒の方がコウ材がある形で。これつないでね、解消できればこれは大きいですね。もうこの辺りでね、ほぼ黒の勝ちみたいな碁になってますかね。まあ、白はちょっと苦しいですね。あとはね、どのように、勝ち切るかと、言ったとこですか。ここまででしたね。あとはもうね、何もしない態度で、黒は勝ちという早打ち方でした。この辺りからね、2線の、沖から、うまく黒がね、手をつけてって、井山さんらしいね、読みの入った、攻防でした。じゃあ、それではこの辺りでこの碁は終わりにしたいと思います。それでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。